こんにちは、はじめまして、末永紗帆です。私は神奈川県出身で現在国公立の医学部に通っています。今回自分自身の自己紹介ということなんですけれども、私自身に関するちょっとした質問形式のショートムービーを作成したので、そちらも合わせて見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。出身は、私は神奈川県に生まれました。なんですけど、父の転勤の関係で結構小中高といろんなところに移動していて、小学校が5カ所、中学校が4カ所、高校が2カ所と転校経験がすごく多くて、住むことがある県も北から順番に宮城県、東京、埼玉、神奈川、長野、群馬、山口、広島、福岡、全部で9県あります。で、各県に友達がいるので、今になったらその各県に友達に会いに遊びに行ったりだとか、旅行に行ったりすることがすごく多いです。兄弟は私の離れた妹が1人います。現在中学校2年生で、来年度から今年の4月から、中学3年生です。名前はひまわりです。多いですよね。分かりたくなんですけれども、高校時代に1年間、スイスとドイツで半年ずつの、合計1年間のホームステイの留学経験があります。ドイツとスイスなので、公用語がドイツ語で、英語よりもドイツ語の方が少し得意かもしれないです。趣味は旅行ですね。学生時代に転校した時にできた友達に会いに全国各地いろんなところに行ったりだとか、あとは全く行ったことがない新しい県に行ったりすることも好きだし、海外も留学した時のホストファミリーとも仲がいいので、会ったり定期的に連絡を取ったりして会う時間を作ったりしています。これ自体は本当にすごくよく聞かれるんですけれども、私自身としては医学部を卒業した後に医師として働くつもりはなくて、自分自身で新しい事業を立ち上げたりだとか、あとは起業をしてみたいなと考えています。理由なんですけれども、やっぱり医療っていう特性上、人の命を取り扱う仕事なので、やっぱり過去の成功例を大事にしたりだとか、あとはやっぱり昔からの代々大事にされている慣習に従って行動するっていうような、結構かっちりとした価値観があるんですけれども、私自身としては新しいことに挑戦するのがすごく好きだし、多少リスクがあったとしても大きい成功を目指して大きい挑戦をするっていう、結構チャレンジ精神が旺盛なタイプなので、そういった私の価値観と医療の価値観っていうのがやっぱりあまり合わないなっていうのはすごく感じていて、なので医学部を卒業して医師免許を取るつもりなんですけれども、取った後には自分のチャレンジ精神とか、そういう自分の性質を活かせるように、起業とか新しいことにどんどん挑戦していくような方向で将来の道を進んでいきたいなと考えています。今回応募したきっかけですね、やっぱりこれは先ほどちょっとお話しした通り、私自身がすごく新しいことに挑戦することがすごく好きだし、自分自身を成長させたいとすごく強く思っているので、このブランドジャパンの息子を通して自分自身をより一層成長させられるように頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。